表面毛先は外羽にワーム系のスタイリング剤で整えていきます。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今日はストレートアイロンを使ってできるボブのハーフアップお団子を作りたいと思います。絹女さんのストレートアイロンを使っていきます。ベースは毛先の巻きだけで大丈夫です。トップの部分をざっくりと分け取っていきます。この時ジグザグに取っていくと分け目が出づらくてぼかしやすいです。後ろに溶かしていきます。ここで結びます。最後全部に引き切らずにお団子状にして留めていきます。こんな感じです。そしたら周りをほぐしていきます。お団子が裂くようにしてほぐしてあげるとふわふわになります。と前からもバランスを見て引き出していきます。だいたい指1本分ずつぐらい間隔を空けてあげると引き出しやすいかと思います。波ウェーブ作りたいと思います。束を薄く取ってカールをつけてちょっと冷やします。で毛先は外羽で波ウェーブができます。短い方だとストレートアイロンを使った方が波ウェーブはしやすいかなと思います。反対いきます。反対もみあげの部分も薄く取って波ウェーブ。表面毛先は外羽に表面は薄く取ってカール山の部分を作ってちょっと冷やします。で伸ばして毛先は外側に、これで波が下がってます。外側に前髪は毛束を少しずつ取って流したい方向に毛先を動かしていきます。後ろ出てしまった短い毛もアイロンで挟んでカールにしていきます。毛先を外羽でちょっと動きを出してあげても可愛いかなと思います。で、カールは内巻きミックスさせてあげると動きが出ます。ゴム隠しはお団子にした部分の毛先の部分をねじってゴムの部分を隠します。でクリップとかで立ててあげると隠せます。短い部分もアイロンで外羽にいきます。
最後にバーム系のスタイリング剤で整えていきます。あとキープしたい方はこの後スプレーをするのがおすすめです。仕上がりはこんな感じです。簡単にできるので参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。